転売やめて、売るのをやめてどうも、こうちゃんです。本日も長くダラダラと喋っていきます。本日のお題は、大谷翔平のグローブ転売される。はい、こちらについて喋っていきたいと思います。あのー、詳しくね、あのー、事実を確認していくと、大谷翔平のグローブが売られたっていうような報道がされてるんですけども、 えー、それはですね、完璧なソースじゃなくて、えー、大谷翔平のグローブについてきたタグがどうも売られたと言ったところで、まあ今話題になってますけれども、あのー、一つこの動画の前にですね、こうちゃんの、えー、新規お話し,した動画を上げたと思うんですけども、まずその、翔平さんがね、えー、子供のために全国、全小学校にグローブを送ったと。 言ったところと。で、それに対して子供たちがね、よっしゃー、大谷翔平のグローブだーっていうふうに喜んで、えー、野球の楽しさであったりとかね、野球の、えー、魅力っていうのを多くのあ小学生に、えー、子供たちにって言ったところを送ったんですけども、まだそれを感じれてない小学生がいて、 えー、悪い大人たちがね、ショーケースに飾って、そのグローブを、えー、展示してるとかね、えー、市役所、県庁とかにそのグローブを展示して、まだ、えー、子供たち届かってないって言った状況をお伝えしたと思うんですけども、あのー、これもう起きてしまったかって言った事実なんですけども、まず学校関係者が売ってるとしか思えないですよね。 うん、まあそのうん発送であったりとか輸送であったりとか、まあ、輸送っていうのはその段ボールを開けてそのタグだけ取るってことは、まあ、そんなにありえないことだと思うんだけどその、まあ、発送する前に、まあ、その悪い人が、ね、タグだけ取ってっていったところかもしれないしもう本当にその学校関係者教育者の人がもうタグだけ取ってねそのタグを盗んで、えー、販売した転売した。 っていうふうにしか考えられないんだけどあの翔平さんでねあの大谷効果で金稼ぎする人世界にいっぱいいると思うんですよでもこのねあの大谷翔平さん翔平がねええー、行った善行あの心温まるねえー、贈り物この行動に対して 泥を塗るようなことをしてもらいたくないなっていうふうに思いますね。まあ一番ショックなのは翔平さんだと思うんですけれども、これって本当にあのなつまらないというか、本当悲しいというか、タグまで売っちゃうのっていうね、あの、今の世の中って何でも売れるわけじゃないですか。まあ段ボールであったりとか、それとスーパーの袋であったりとか、えー、ショップの、えー、袋であったりとか。 で、やっぱりこの、なんですかね、その、フリマサイトというか、その、ものその、メルカリさんであったりとか、ヤクオクさんであったりとか、まあ、いろんなその、転売サイトがあるんだけど、まあ、あの、最終的にはその転売サイトの、あきちんとしたプラットフォームっていうのを作っていかなきゃいけないなと思うんだけども、まずその前に、人の、ここじゃないですか。うん。いや、これ、 で大,大切な人からもらったものだとかあの例えば大谷翔平さんから送られてきたものだとかねここで止められないものなのかなって思うんですよねあのこれ売ったら高いっていうふうな気持ちはわかるあのこうちゃんもあそういったものを持ってるしああこれ絶対売ったら高いよなってよね 思う時はあるんだけど、最終的にはそれを売っちゃダメっていうふうに思うっていうのは自分のここだと思うんですよ。うん。で、今回のその、翔平さんの寄贈されたグローバルについてたタグを売った人、転売した人っていうのは、まあ、こうちゃんの大方の味方かと思うけど、教育者。うん。はたまた教育者の、その、教育の現場に携わっている人だよね。って言ったところで、 学校関係者。学校っていうのは、その、小学生に道徳心であったりとか、モラルであったりとか、そういったところを、勉強以外の部分を教えるっていったところで、大きな意味を持ってる教育現場だ、教育機関だと思ってるんですよ。ね。義務教育の中で。ただ、それを教える人、問う人が、そんな行動を取っちゃダメだよね。 てめちゃくちゃ思いましたね。うん。いや、大人だったら、少し考えれば、立ち止まって考えれば、わかることっすよ。だって、それって、えー、まあ、普通に考えたら、会社の備品を盗んで転売するって言ったね。あの、業務上、まあ、その、横領罪わかんないけど、その、 盗んで転売って言ったところなんでこれ罪にも問われると思うんですよだから本当に自分は悪いことをしてないタグぐらい取ってゴミだしこれ転売しても罪にならないよね大丈夫だよねって言ったその感覚やっぱ感覚が鈍ってるなっていうふうにはすげえ思ったっすよねそれがこの小学生を教える立場のその学校関係者の中で教育機関の中で 普通に行われたっていうこと自体が、もう闇だなっていうふうには思いました。うん。まあ、あの、他にもね、えー、グローブだけじゃなくて、まあ、その、大谷翔平さんが、えー、試合するチケットであったりとかね、えー、それに便乗しての、近くにある宿泊施設であったりとか、 えー、そういったとこ、あらゆるところで、うん、便乗値上げとか、えー、高額転売とかってね、まあ発生してるんだけど、それぐらいやっぱりその大谷翔平が放つ、えー、ものっていうのはすごいものなんだけど、やっぱりね、いま一応この問題に、こう、便乗してじゃないけども、 あらゆるところをこうやっぱ整備していかなきゃいけない。で、その整備する上で一番必要になってくるのは人間のここなんじゃないかな。ー自分自身のここなんじゃないかなっていう。うん、翔平さんもね、あの、一人の人間です。野球選手です。ね。うー、まあ、そのエンターテインメント性である、えー、スポーツ選手。えー、もうあのぐらいの時の人になれば、やはりそのぐらいの周りの、 方は、すごく莫大な、えー、お金が動くっていうの分かるんだけれども、いまいちね、その便乗して転売チケット高額で売りさばくとか、または今回のように、備、えー、品のね、一部をね、転売して自分の私利私欲に使うために、えー、高額な金額で売りつけるとかね、ちょっと待ってよって、うん。一歩下がって、一、一分、十分、いや、 一時止まってね、自分の心に通って、えー、ちょっとね、考えてみればわかるでしょうって言ったところだと思うんですよね。だって、翔平さんがね、アメリカからね、日本の全小学校にね、えー、全箇所に、全国に、えー、グローブを3個、えー、寄贈するといったところの思いをしっかりと組んでくださいよ。うん。これね、翔平さんも悲しむし、一番悲しむのはやっぱりね、 送られてきたた側の子供たちだだと思うんだよねこういうニュースをね、見た子供たち、どう思うかっていうところも考えてもらいたいなっていうふうにめちゃくちゃ思いました。あの、まだね、あのー、小学生の手元に届いてないところもありますしいまだにショーケースに飾ってね、えー、外の空気を浴びてないグローブっていった状態もあると思うんですよ。だから まあそういったところも含めてねあのやっぱ子供ファースト、えー、って言ったところをですね考えてもらってやはりこの学校関係者、えー、教育現場はですねもっともっとですね子供たち子供ファーストについて考えていってより良い教育現場、えー、にしてほしいなっていうふうに思いますでこの転売したこの人ねいや本当に出てこいようんとに出てこいよお前うん いや本当にねお前のやってることは最低な行為だよ、うん、土下座してもねいくら謝っても許されない行為だなっていうふうには思いましたね。ということで、えー、今日はですね大谷翔平のグローブ転売されるいやグローブじゃなくてグローブについてタグが転売されるといったこの行為について紅茶なりに喋りました。 はい。まあね、今後ね、こういったこう、くい転売とかね、こう、くい、えー、状況を見たくないんで、翔平さんがね、伸び伸びと、えー、アメリカでプレイしている姿、そしてそれについてね、私たちは応援する、それだけでいいじゃないですか。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。それでは、じゃあ、転売やめて